栄町駅足川公園駅間を走行する。電車県庁前駅1号線は、千葉港駅から県庁前駅までを結ぶ、千葉都市モノレールのモノレール路線である。全線が、千葉県千葉市中央区内を走行する。千葉港と千葉市中心部を結ぶ。実質的には2号線の延伸線として機能しており、JR 京王線との連絡を担う。約半分の区間が、 東京湾岸の埋め立て地となっている。1995年、1号線のうち最初に開業した区間で、当時は、千葉港から2号線線状台間で一つの運転系統となっていた。1999年に1号線の千葉、県庁前間が開通すると、1号線、2号線と路線ごとに運行系統が分けられた。一時期、 本区間には1号線の列車のみが乗り入れ、2号線は、線内運転を基本とした上で、朝晩のごく一部列車のみが、本区間に乗り入れていた。2002年12月に、京王線の快速列車が、千葉港駅に終日停車するのを機に2号線の、すべての列車が、本区間に乗り入れるようになり、2号線沿線から、京王線へ乗り換えなしでのアクセス強化が図られた。 本区間は、日中でも1号線、2号線の両列車合わせて、毎時9本の運転となる。千葉市最大の繁華街を経由して、千葉県庁のある県庁前駅を終点とする。JR 外房線、京成千葉線と200メートルほどの距離を置きながら、並走する。沿線は、オフィスビル、商業店舗、雑居ビルなどに囲まれている割には利用者が少ない。当初は、 毎時6本運行されていたが、後に減らされた。特に朝の通勤時間帯の本数設定については、変化が激しく、2000年時点では平日朝の7時台は10本ほどの運行であったが、2017年現在は、日中と同じく15分間隔である。この区間の利用者が少ない背景には、下記のように、本路線を利用しなければならない、必要性の低さが挙げられる。 栄町、足川公園の各駅は、千葉駅から1トルほどの徒歩圏内である。運賃が高い広域アクセス利便性に勝る、他の鉄道線が近接している。ほぼ同じルートを走行する、路線バスの系統が多数、日中でも多い時で、毎時20から30本運行されている。高架を走行するモノレールが故に、階段の動作が多く、身体的負担が多い。 特に、千葉駅は、高架駅であり、階段、エスカレーターの昇降に時間がかかる。2019年12月時点での、近隣交通機関の運賃比較を下記に示す。他の交通機関の停留所名は異なる。全駅千葉県千葉市中央区に所在。本路線を、県庁前から私立青葉病院前、さらには、 星区期方面まで延伸する計画があり、2000年の運輸政策審議会答申第18号で答申されている。千葉市はかねてから私立青葉病院への足の確保が必要だとしているが、県は財政難を理由に出費を渋っており、さらに2004年3月に評価、助言委員会が延伸は認められないとの結論を下した。市と県との協議の結果、 県庁前駅から、先の延伸ルートを、当初の京成千原線千葉寺駅を経由する、約 3.6km のルートから距離が、約 2km と短い千葉大学猪の花キャンパスを、経由するルートに変更して延伸する方針を、固めつつあった。また、延伸については、県庁前引く、私立青葉病院前駅までとし、それ以上の延伸は行わないことが決まっていた。 当初は2008年度に起動事業特許を取得、2009年度に着工し、2013年度の開業を目指すという予定だった。だが、延伸に反対の意見が以前から強く、2009年6月には公共事業の見直しを公約に掲げた熊谷俊人が千葉市長に当選した後、現地を視察して、現地アザ自治会等関係者と懇談した結果、 延伸計画の地質調査の予算執行を中止し、財政や都市計画等の有識者による検討会を立ち上げる方針を示して、事実上延伸計画を凍結した。その後2017年になり、財政健全化を果たしたとして、千葉市は公共事業の見直しなどを宣言した脱、財政危機宣言を解除し、県庁前駅青葉病院駅、 穴川駅稲毛海岸駅ルートでのモノレール延伸を再検討することを明らかにし、平成30年度予算への予算要求が行われた。構想としては、途中に3駅を設ける予定である。2019年9月4日、千葉市は病院ルートについて再検証の結果、延伸計画を廃止し、稲毛ルートもモノレールの導入を行わないと決定したことを発表した。 県庁前駅からの通申は、当初は、都川上空に軌道を作る予定だった。しかし当時の建設省が、インフラ補助できないとして、難色を示したらしく、千葉大学ルートに変更して、星区域方面への延伸に変更するも千葉大学が、反対し、また道幅が狭いこともあり、延伸予定地は、二点三点した。千葉大学ルートについては、計画されていた当時、 市販されていた地図に予定ルートが書き込まれていたものもあり、当初は県庁前駅が山和橋上空になることを予定していた。一方、千葉港から幕張本郷駅までの延伸も設立当時は予定されていた。ルートは海浜大通りを経由、幕張新都心を通るものであったが、利用客数が予想以上に下回ったこと、京王線の開業。 当時の幕張新都心は当初構想通りの施設立地が進んでいなかったことにより計画は白紙となった。ありがとうございます。